佐藤澄香です。今から1分でできる四十肩五十肩の解消法をお伝えします。私の整体サロンにお越しのクライアントの方からですね、先生も私最近腕がもうこの辺りまでしか上がらないんです、前はちゃんとこう耳の近くまで上がっていた腕がもうこの辺りが限界です、もうこれが四十肩五十肩なんでしょうかというご相談を受けることがあるんですね。でそもそもそのなぜ上がらないかの原因なんですけれども、実はこの肩関節はこの下に下ろした状態から120度この範囲しかもともと動かない関節なんですね。ではなぜこの120度から真上の180度までこの動きができるのか、これはですね、実はこの肩甲骨が助けてくれている、肩甲骨がしっかりスムーズに動くことによってこの最後の60度が動かせるということになっているんですね。なので原因は肩ではなくて、実はその動きにくくなった肩甲骨が原因なんです。ですから例えばこの痛いところに尻尾を張ってみたりですとか、あと先生私電気も行ってます、あとここ揉んでもらって、その時はまあ楽になっていいんだけれども、結局また痛みが出てこう上がらない、そういった方はですね、その肩甲骨の動きが悪くなっているのが原因なんですけれども、じゃあそもそもなんでその肩甲骨が動きが悪くなっているのかということなんですけれども、実はこの使いすぎによる腕の筋肉が硬くなっていることが原因なんです。この腕が原因だったんですね。なのでしっかりとこの凝り固まった腕の筋肉が柔らかくなって、そして結果肩甲骨の動きが良くなれば、あなたの辛い四十肩五十肩のこの動きが良くなる、このことが解決策なんです。では今から3つの動きでお伝えしていきますね。はい、それでは手順の1つ目をお伝えしていきます。ではしっかり腕の筋肉の位置取りをしましょう。分かりやすくするためにまず前ならえのこの肘を90度に曲げた状態を作ってみてください。そして手のひらを、手はグーです、グーの形、そしてこの状態から手首を上にクッと上げた時にちょっとこの肘のすぐ横のこの部分ですね、クッと上げた時にこうブクッと盛り上がるところ、この筋肉が腕頭骨筋と言いますが、この筋肉が凝り固まっているから肩が上がりにくくなっているわけです。ですからこの筋肉をしっかりとほぐしてあげることで四十肩五十肩を解消していきます。もう一度お見せしますね。肘が90度、手のひらはグーです。そしてこの手首をこうクッと上に向けた時に肘のすぐ横です、この辺りです、盛り上がっていく筋肉があります。この場所をしっかりと人差し指と中指で押さえて、下から親指で支えて軽く圧をかけます。この状態をまずは作ってください。はい、それでは手順の2つ目です。この状態から右手のひらを開いて閉じて、この動きを1回として30回数えていきましょう。ではスタートします。1 2 3 4 5 6 7 8
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、それでは手順の3つ目です。手順1でお伝えしました位置取りをしっかりしていただき、手のひらはグーからスタート、30回数えていきましょう。ではいきます。グーパーですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、それでは今お伝えしました動きをした後、ゆっくりと腕を上げていってみてください。先ほどと比べて上げやすくなっていると思います。この動きを1日に1から3セット、あなたのペースで続けていってくださいね。またこの動画を繰り返しご覧いただいて、繰り返し楽しく続けていくことで、あなたの辛い四十肩五十肩を解消していきましょう。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。